ちゃん撮ります。はい、ズーム撮ります。お尻撮ります。お尻撮ります。距離近くない？つまりこのもん。え、なんか近いね。近いよね。なんかみんな迫り来るしよね。ね、はい、じゃあ初めまして、ペアヌちゃんね、よろしくお願いします。はい。もうね、割と今日寒いですね。でもね、下旬ですけどね。寒くない？暑い。暑かった。昨日寒かったけど、ね。昨日寒かったね。だいぶ暖かくなってきたけどね。昼間になって。ね、朝寒かったで、めちゃくちゃ。朝寒かった。ね。朝寝てたからな。寒くて目覚めたもん。本当に？まあ、寒くて。そんなに？めっちゃ寒かった。そんなに毛布着てないの？着てるよ。ヒートテックも着てたけどね。寝るときにヒートテック着るの？これ着てる。いいのかどうかわかんないけど、ね、いつでもすぐ出かけるようにみたいな。寒いよ、寒いよ、寝るとき着てますか？本当に着てるの？いや、全然、あ、書いてるんでしょうけど、そんなに別になんかべっちょりするってことはないですね。本当？いや、結構ヒートテック着てる方、寝るときに結構いるじゃないですか。結構いるね。何を着てますか？ヒートテック着てる人、着てない人でも全然違うからね。本当？今日もヒートテックいらないかなと思って着ずに外出たら寒いもんね、やっぱ着たら全然違うで。まあ、ひなちゃんは必要ない。ただもう全身がヒートテックだよ。ねえ、そっかそっか。そんなに寒くがりじゃないんだ。いや、寒がりだし、暑がりだよ。暑がり。いやー、ねんぬーちゃんも、3月は2回目だね、今日。3月3日に振り返りのね。振り返りね。あの、先月できなかったのかな。そうそうそう、はい、先々月かな。先々月か、もう。もう体調はもうバッチリですか？バッチリですよ。まさかそんな牡蠣で当たってるから。牡蠣で当たってるって別に言ってなかったんでしょ、ねんぬーちゃんは。そう、言ってない。情報が漏洩してますね。いや、一言ね。うざりに、いや、もしかしたら、昨日生牡蠣食べちゃってって言ったら、いつの間にかすごい。おしゃべりクソまぐれ。たくさん上手なんやから。すぐ全部言ってるよ。全部言うよ。そんなん全部伝わるに決まってる。俺は聞いてもないのに、うざい豊かの生い立ちから現在に至るまで。めちゃくちゃ詳しいよ、あの人の家系図かけるもん。親戚結構遠い投資までかけると思うよ。が何してるかも含めて。そう、何でも知ってるもん、もう。びっくりしたよ。親戚かもしれんもん。それぐらい知ってるよ。そう、壮絶やからストーリーが。カキに、カキじゃない、カキじゃない、間違えた。そう、撮影かけてダメで、ダメになっちゃって。で、その次に、その今年初めてフナ君に会うタイミングだったの、はいはいはい、最初にあけましておめでとうから入るかと思ったら、ぬーちゃん生ガキ大丈夫だよ。最初の挨拶がそれだった。そっかそっか。なんで知ってんの。怖いわ。怖いね。もうでもカキどう、食べづらいんじゃない。あ、全然食べるよ。食べてんの。あ、まだ食べてないけど食べる気はある。食べる気はある。食べる気は全然ある。美味しいもんね。美味しいの、ね、なんか当たる人はよく当たるというか、体質もあるみたいな話を聞きましたよ。でも今まで割と結構な量食べてるから。あ、じゃあまあ大丈夫か。そうそうそう、だからカキじゃないから。あ、かもしれない、ね、そうかもしれないって言ったらもうカキですって。それはもうエンデバーさん的にはもうカキかもしれない、カキか言わなきゃ。言わなきゃってなってるから、もう使命感、言わなきゃ、言いたい。今悪く掲示板すぎてさ、悪く掲示板だよ。これしか知らない情報を今すぐみんなに伝えなきゃ。みんな知ってたもん。あんまり変なこと言わない方がいいよ。そうだね。逆に言うと、いいこととかを言いふらしたらいいんじゃない。あ、なるほどね。わかんないけど、ゆずるんその辺のめっちゃ掃除してたよとか。隣の前の溝をめっちゃ掃除してたよとか。やってないんだって言ったら言ってくれそうじゃない、いろんなところに。でも、そういうことは言わないんじゃない。いいことは言わないのか。なるほどね、まあそんな感じかな。まあ今日はね、私がやりますんで、ね、はい、はい、で第1部は撮影会ということでやりましょうか、ね、順番こちらからなんていいかな。
最初このこちらのブロックお客様から順番に行きましょうか。はい、私ここからでいいんでしょう。うん、こうやって刀入れ替わったらしいですよ。何が違うの？ちゃうんでしょう、いろいろ僕分からないけど。分かんない、うん、この前のさ9周年のイベントの時もさ、みんなで刀見てたよね。いや、みんなじゃないで、2、3人やで、ね、楽屋もあんま人いたけど、2、3人ちゃう正座して眺めてたの。わざわざさ、ライトをさ、そう、ライトも見せたのしゃあないから、ね、まあまあまあ、でも解説してくれるのはありがたいよね。見ることないんやから。確かに、うん、ね、何が違うのかわかんないね。まあね、刀刀ジャパニーズソード、フランスの方でも好きな人いっぱいいるみたいですよ。絶対いいよ。結構今海外の人がね、見に来たりしてるらしいから。ね、まあまあまあ、なぜか並みあるっていうね。まあね、うん、ちょうどなんか外国人の方も見に来るらしくて、ここに書いてあるもんね、英語で。あ、そういうこと。うん、何が訳してるんですか。でも Google でしょ、多分Google 翻訳でしょ、多分Google。ディスソードとかじゃないんだ ね。はい、じゃあまあ撮影会行きましょうか。はい、はい、じゃあまあなんか動画がいいとか縦がいい横がいいあれば言ってくださいね。はい、自撮りしてもいいですか。しない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 。ベイビーなしね。はい、じゃあお写真してますよ。はい、じゃあ C じゃないの。はい、セクシーだ。はい、OK でーす。なんとなくこの辺かなぐらいかな。そうそうそう、3月の15日ぐらいかな。まだ、そうか、たぶん時差ボケもあったよ。あ、そうね。あれ、ララポートでしょ。そうそうそう、ね、ララポート。そっか。ヌーちゃんが降臨する前かなと思うけど、あのフナゴロウとフニャッシーの2号機が爆誕するイベントが同じ場所であったのよ。エンデバー泣いたんやで、ステージの上で。マジで、俺あそこのララポートの吹き抜けのステージで泣いてた。あの人だけやで。泣くようなイベントやらへんもん、あの人泣いてんねんもん。感無量で。そうです、そうです。全然泣いてなかった。泣いてなかった、コラッコラだったよ。はい、はい、はい、コンパクトの分からへん方がええで。はい、OK です。なんかね、ぬーちゃんが来た時のガチャにまたよろしくね、これから。あ、こちらこそ、ありがとう。ちょっと出てる。まあまあ、異常だと思う。甘酒はすごい嫌な顔をしながら飲む。それ以外にあんまない。あ、そうそう、あ、でも食べたことないやつは分かんない。あ、そう、ドリアンとかさ、カサヤとかさ、シューズストリーミングとか食べたことない。みんな臭い。そういうのちょっと分かんないんだけど、それ以外は大体、そう、それ以外全然平気。何でもいい、何でも食べる。今日プレゼント何を買おうか、あ、いいのよ、いいのよ。嫌いなものが分かんなくて、ちょっと結局やめちゃったんですけど。いいのよ、いいのよ、ありがとう。その気持ちだけでも。わかりました。今度甘酒以外を。甘酒以外。ありがとうね、ありがとう。お待ち遊びに来て。ありがとう。あ、そう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 。人がいましたね。ママキちゃんでしょ。じゃあ仲良くなってやる。ね。なんか、そう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 、ね、最後さ写真撮ってたよ。写真撮ってたよ、ね、かわいいって。今先ちゃんの方がかわいいって。持って持って。いやいや、女性のスタッフの方なんですけど。じゃあどうぞ。
はい、オッケーでーす。ありがとうございます。ぜひぜひ、あの、あんたろうちゃんにも。はい、それのライブハウスでさ、イベント、ご当地キャラのイベントあった夜かな、やった時にさ、コタロウのここの皮膚オークションで出てたで。めちゃくちゃ盛り上がったの。そう、チャリティーオークションがあって、ここの皮膚で、みんなどんどん手上げて、高田に行くのをエンデバーが後ろで見て、飛び跳ねて喜んでる。俺もそれ見てさ、これ何ちゅうイベントやと思って。すごいね、脇毛みたいな。そうそう、すごいじゃん、脇毛オークションあるんだろうなと思って。それはその時に、五郎がパーカーをお風呂出したの。私物のパーカー。見たらポケットにゴミ入ってた。ひどい話なんですよ。そういうとこ、そういうとこ、ご覧らしくて、はい、調子可愛い。ライオンズのユニフォームを着たファンの方が来ていただきました。すごいなんか夫がショック受けちゃってて、うん、去年はもう一回もベルナドームに行ってない。あ、そうなんだ。ここのなんかそこのフランスのお父さん、なんか肩に興味がある。そうじゃないですか。東方の絵画、絵画です全国の。何が？あの、刀打ってる人の絵画。で、そこのね、あの、関東の支部長とね、20分話しちゃったんです。すごい。ちょっと、うるさいよ。話しちゃったっていうかさ、一方的に話してたんですよ。刀の話はもう、あれだから、あの、真面目だから。真面目なの？イベントの時適当だけど。あ、適当なの？そうそう、適当だから。寝てるから、なんだったら。なんか音でもですね、なんか当たった感じがするんだけど、別によくわかんないんで、なんか当たってなかった。本当？ヌーが寝てる。でもそういうことなんだ。まあ、マジで20分前話したんですよ。内容薄いけど、すっげえ薄い内容だけど申し訳ない。すっげえ薄い内容なの？内容だけど。女の人すごいですよ。こんな聞いちゃうのとかって、この波紋の形がなんだろうかんだろうとかって言って、この人すげえな。俺の話は薄いなと思って。本当ですか？20分喋ろうとしてるでしょ。写真撮りましょう。はい、できます。はい、セクシー。はい、オッケーです。失礼な話したの。一体どうした？ヌーちゃん困惑してる。失礼しました。ちょっと行ってみたかっただけど。はい、はい、OK でーす。あとヌーちゃんのこれね。はい、さっきのことだよ。懐かしい。ケツ出てるやん。写真でいいですか？はい。恥ずかしい。皆さんに聞いて聞かせていただきます。はい。マジュありがとうね、ありがとうね。とにかく食べ物美味しいからな、そこ。本当すごい。いや、ベルーナドームも負けてません。あそこには負けるわ、エスコンには。エスコンもパルコのあそことかよりも、でもフードコート、なんていうの、その辺の駅ビルとかの飲食店でも上やから。ほんまに負けてませんけど。いや、さすがにちょっと、まあ、ええわ。え、まあね、ベルナも食べ物美味しいで有名やもんね。はい、行きまーす。はーい、セクシー。はーい、セクシー。はーい、セクシお腹どうしちゃって。すごい。
ありがとうございます。はい、OK です。ありがとうございます。あ、すみません、インターしましょう。うん、うん、というわけで、以上かな。はい、以上、ありがとうございました。さっきの話を続けるけど、エンデバーさんログインできひんつってログイン教えるやんか、うん、できたんかなと思って生配信無理やん、オンラインサイン会とかの、うん、それさ、これおかしいなから始まる、大体これな、果てしかなんねんだよ入ったらええけど、そこでつまずいてるやんか、あれそう、かわいい、まあいいや、ここまで行こう、かわいいじゃん、かわいい、かわいい、それね、かわいいよ、ね、かわいい、憎めないキャラ、おっちょこでいい、おっちょこ、許される人と許されへん人おれやんか、そうね、そうね、許されるやん、羨ましいよね、いやー、わからん、もう俺自分でへこんじゃうもん、やっぱそう、うん、なんか、まあ、俺もポカするけどさ、へこむもん、ね、そのたび都度、あもうなんでこんなしょうもないところで見せてるんやろとか、はあみたいな、確かにウザリーはそんなことないかもね、うん、起きたもんはしょうがねえからどうするそんで現地調達で大体なんとかなるから、ね、それはもうあんなに準備したのに準備してへんって現地調達でなんとかしてるんやからあんな準備いらんかったんやと思うなんてやろうなと思って確かにね、うん、すごいよ、なんでも聞くもんね、いろんな人にホールの人とかにあれありますかこれありますか大体なんとかなんのよ、そんで確かになってるなってる本当にねすごいね。すごい、まあ、なかなか変わってきた。もそれができない人だから準備ちゃんとしたい。そう、準備ちゃんとして臨みたいタイプ。準備ちゃんとするよね。そうそうそう。で、みんなあれだったらダメだろうね。準備する人もいるし、ね。確かに確かに。まあ、そういうバランスで成り立っております、ね。はい。人と人とはだね。支え合って生きてますね。人はもっと人に迷惑かけていいと大泉洋が言ってた、うん、迷惑かけていいんですよもいい言葉だなと思ってもっと迷惑をかけようと思いましたと大泉洋が言ってたけどいい言葉だけどねそうそうだからまあまあ完璧にしなくていいよっていうことですよそうだね。ね、はい、あれかな、チェキ会の時はじゃんけん大会とかやってたけど、撮影会の時は特にそう、あっち行って、ぐるんってして、あっち行って、あっち行って、あっち行く？そう、おしゃべりタイプ。はい、じゃあ、結構喋ったけどな。ごめんなさい。下がってもらっていいですか？あ、私たち、ダメだ、ダメだ。私たち、もっと3人いるから。これ、ちょっと持ってきます。あ、ごめんなさい。バナ来て、バナ来て、やった30分バナ来て、いいですバナちゃん大丈夫、バナ来て、バナ来て気が見えちゃった怖い、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 おしゃべりタイム、もうそろそろヌーちゃんの大好きなプロ野球が開幕しますので、ね、私も野球好きなんで楽しみですよね、来週かもうね、もう暑いね、早いね、はい、金曜日からね、開幕でしょ、うん、あっという間、今年のライオンズは強いですよ、強いですか、はい、投手がいいですね、え投手が、投手がピッチングスタッフが揃ってピッチャーがいいですか、はい、なるほど、ヌーちゃんの推しの選手はどうですか、岡田ですか、岡田選手ですか、はい、この選手はあのリハビリを経過して、はい、試合に出てほしいと思ってるんですが、はい、どうでしょうねなかなか微妙ですね、微妙ですか、住谷金次郎選手が戻ってきた、ベテランのね、そう選手がライオンズに戻ってきた、そうで岡田選手はやっぱ怪我しがちなので、うん、どうでしょうねあまりここ最近試合で見ないので、そうですね、まあ出てほしいところなんですが、はい、まあ、そこはあの監督の、ね、采配ということで、はい、まあ、活しようかなと思ってますね、ズバリ今年の目標、あの優勝、今年どれぐらいの順位にライオンズは落ち着きそうですか、いやーそうだね順位予想的にはそんなに優勝と言いたいんですが、言いたいですが、あー2位か3位狙い、あら、そうですか、控えめじゃないですか、いや、優勝でやってほしいんですけど、とりあえず、CS 進むことを第一優先で考えてる、はいはい、プレーオフ進
クライマックスシリーズに、はい、3位までに入ればね、そう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 、進出できますから。まあ、まだね、松井和夫監督が、ね、2年目なので、はいはい、まあ、ゆっくりでいいんじゃないですかね。そっかそっか、はい、なるほどね。ぬーちゃんが、まあ、今まで好きだった山川選手がね、ホークスに行って、どうですか？いや、まあ、それは頑張ってほしい。頑張ってほしい。あ、頑張ってほしい、もちろん、もちろん。やじったりしないの？どう？ずいぶんこの間やじられてた、そうなの、西武戦で。やじない、やじない。お酒入っても。やじない、やじない。言わない、言わない。選手のね、正当な権利ですので。そうやな。はい。そっかそっか。東京のね、球場というか、関東の球場は皆さん優しいですよね。やっぱ僕はやっぱ大阪だったんで、甲子園。ドラムをやじったら、やじといえばもうすごいですよ、ね、やじたるやものは本当に。最近まだおとなしいですけどね、僕が子供の時なんてもう弱かった下手が、それこそ長嶋一茂とかね、今テレビで活躍されてるとかジャイアンツにいたのよ、はいはい、長嶋一茂と元木って昔あの上宮高校から巨人に行った、もう高校時代のスーパースターがジャイアンツ断って、じゃあ他の大英から指名されて1位で入団すべきだったんだけど、まあ、断って1年間ハワイで練習して1年後にジャイアンツに入ったっていう経営の選手がいたら、元木はでもヘキサゴンとかも出たもんね。ヘキサゴンだね。ラーメン屋もやってたし、あの人とかはもう格好餌食をもうヤジの、うん、なんか一茂出てきただけで、うらバカ息子元木も大阪の恥やばいなひどいやん。すごいね。元木のさ応援歌がさ、テンテンテンヘイテンテンテンヘイテン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 元木っていうのがあったのよ、ジャイアンツ。阪神ファンがそれに合わせてさ、テンテンテンボケー、帰れーって、そういうの阪神ファンの方多いからさ、どっちかってその声しか聞こえていけへんのよ。ひどいやろ。清原とかもそうやったら、もう格好の餌食はもう、おら大阪の恥みたいな。お前は風になびくんかーって、そんなのばっかりよ。で、ゴーン打たれてみんな、はぁーってなる。結局負けるからさ、阪神大体。それはさ、巨人に入ったからってことだよね。そう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 。悪の組織に入ったみたいな感じで見てるからさ。大丈夫、巨人ファンいない。巨人ファンです。巨人ファンです。そういう教育を受けてるから、関西人は。悪の組織やな。歪んでるぞ。そうそうそう。だみんながその、僕はね、日本テレビサービスっていう読売系の会社なんで、 そうだよね、そんな悪の組織に入って大丈夫かみたいな、あんたみたいな阪神ファンの子がそんな組織に、スパイ、スパイみたいなもんやで、ね、中から行ったのかな、言うてやってますよ、本当にそこまでね、歪んでないな、歪んでないな、みんな優しいもんね、本当にベルーナドームとか見ててもさ、この前もあのファンが優しい、開幕戦さ、カープ戦見に行った時にさ、うん、秋山選手が西武で活躍されてた選手が今広島に移籍されてね、代打で出てて、みんなホッピーしてたよ。ああ優しいね。まあ別のリーグやしな、 そうね、そういうのもあるかもしれない。秋山ってさささささしいね。阪神ファンもそういうのすごい厳しいからさ、小賀店は綺麗だったかもしれないけど、ね、ああ、お母さんは大好きだったからね、秋山翔吾が、クソーって言ってるどれだけ愛されてたかにもよるかも、ね、新庄なんかは全然日ハムの時もすごかったもん、甲子園で新庄ーっつって、うん、すごかった、またかっこいいや新庄、阪神のユニフォーム着て練習出てきたから、甲子園で日本ハムに所属してる時にね、あのもう引退しますって新庄早々に言ったんよ、その年の4月ぐらいにで、引退決まってるからもう引退巡業みたいな1年間やったんで、甲子園に3試合だけ交流戦できますって時にそれを見に行ったんやけど、新庄が練習の時に一人だけ阪神のように来て、ドワーって出てきたらもう大歓声よ、うわー死んじゃーって、スーパースターやん。でもそれはめちゃくちゃ怒られたんやって、後で監督に、あれだけ向こうの方も来て練習するとは何事ぞと、ありえないってめちゃくちゃ唯一怒られたんですよ、それが新庄。そりゃそうでしょ、怒られるんですよ、めちゃくちゃエンターテイナーだけど、エンターテイナーだから、そりゃそうでしょ、うん。すごいよね、新庄、ほんと新庄すごいねまあね、そっかそっか、まあ、ぬーちゃんもね、じゃあ優しいライオンズファンのね、代表みたいな感じでね、そうです、みんなが平和で楽しめればいいんですだってさ、球場のさ、アナウンスとかでもさ、ヤジはやめようみたいになかなかもんな、
ベルーナドームなんか甲子園流れるもん。あの下品な応援っていうか、そのヤジはやめようねみたいな、阪神のレジェンド OB の檜山さんで出てきて、ファンのみんなみたいな感じで、あのヤジやめようねみたいな、例えばくたばれとかで、みんな見てへーって一通りふんふんって後にくたばれやめようね、全然聞いてへんねん、もうはいはいって感じ。なんかさ、振りみたいな。振り振り振り。全部無視。全部無視してるから。やばいな。ひどいやろ。今でこそ手荷物検査もちゃんとやってるけどさ、甲子園十数年前に手荷物検査をやった時代があんねんて。もっと前か、20年前ぐらいに。割と早い初期の段階で。でもみんなが言うこと聞かなさすぎて1年でやめたよ。俺そのエピソードできるのにとんでもないチームやなと思って意志も弱いなと思って今はさすがにちょっと検査したりとかさやってるけど、みんなすごいいい時代やって、みんなクーラーボックスにお酒入れてさ買ってきたの。え、球場で買わずにってこと？そうそう、昔はそんなんやったね。あ、そうなんだ。そうそうそう、横さんからビール買わなかったの？昔はでもやっぱ外で買った方が安いからさ、ビールの缶ビールみんな買ってクーラーボックスに入れて送ってきて、おっさんとよくおったで。ジャンプじゃん。いいね。いや、いいよ。結構甲子園の目の前に大映があってさ、あ、もう買えって言ってるからもう大英ってでも昔野球チームあったから、大英ホークス、そう、でもずっとロックオールし流れてんねん地下の食料品コーナーは大英やのに。で、一回大英と阪神の日本シリーズがあったのよ、2003年に。どっち行くやろだったらもうロックオールしやったり。洗脳されてんじゃん。そうそうそう、ダイエーのままではもう営業できんからさ、頑張れホークスなんて言った気にも燃やされかねくんそういうとこやから、ヌーちゃん甲子園連れてってあげたいけどさ、やっぱヤジとかにやっぱねえ。いやでもあの第三者だから別に大丈夫だよ。下品やなってびっくりしはると思うんだよ、でもちょっとうるさいヤジに。いや確かにね、隣のおじさんが言ってたらはーってなっちゃうけど、言う人おるで結構シーンってシーン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 誰やろお前っつって、いやでもシーンねえ、ヤジってる変なおっさんおるし、外国人助っ人とかに英語でヤジ飛ばす人おるもん。すごいじゃん。 Yes you can っつってGood job good job っつって言ってるおっさんとかおるの面白いよ。ひねり出してるからまたそれでトーンと受けるからさ、スタンドがもう同じ夢と盛り上がれ、それでいいね、それがいい平和だね、うん、そうそうそう、くたばりはダメだよ、くたばりはダメだよ、そうやな、確かに、そうね、まあまあまあ、楽しみじゃないですか、ねえ、ね、急な話ばっかりやってる、すいませんね、まあでも、まあ、前回はゴキブリの話それを比べたらだいぶまあいいんじゃないですか、確かにそう、で、ヌーちゃん、また5周年ということで、うん、九州の方々がね、この、めっちゃ可愛い砂場をですね、可愛い、あの、ご用意していただきました、ありがとうございます。じゃあ、見てみたい、可愛くない、初めて砂場引くね、じゃあ、引いてもらえ、引っ張ってもらいましょうか、いいですか、みんな撮ってる、ちょっと待って、待って待って、お願いします。はい、じゃあ私持ってますんで、この紐をですね、引っ張っていただいて、見えるかな、皆さん。持ってね。落ち込んでもらって。落ち込んでもらって。じゃあ、ヌーちゃんおめでとうみたいな感じでいきますか。はい。一回練習しておきますか。一回練習してみましょう。せーの。引っ張っちゃダメよ。私たちは掛け声。せーので。あ、ヌーちゃんおめでとうみたいな感じで。せーのでいきましょうか。今練習？練習よ。せーの、ヌーちゃんおめでとう。こんな感じでいきますので、はい。じゃあ本番いきます。せーの、ヌーちゃんおめでとう。地上降臨5周年ペヤングちゃんおめでとうございます。すごい。見える？すごい、すごい上手。じゃあ持って、じゃあ。
はい、お写真タイムしますか。コロナもあったりしてね、あれでしたけど。可愛いよ。つい最近降臨したような気がしますよね。ね、本当だよね。ゆうちゃん、じゃあ右側の方もお客さんも。可愛い。みなさん撮れましたかね。はい、すごい、ありがとう、すごい、嬉しい、綺麗。じゃあ、ね、5周年ということで、でもどうですか、思い出に残る何か出来事ありましたか。あ、この5人で、5人の5年で、はい、ありすぎてなありすぎて、ちょっと思い出せないな。最も印象に残っているイベントとかは、最も印象に残っているイベント、はい、そうだなぁ、あ、でも、最初にやったバースデーのイベントは、やっぱね、覚えてる。一番最初ってあの、くならん、ララコのくならんでやって、はいはいはい、いっぱい来てもらって、うん、お友達にね。そうだ、はいはいはい、そう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 、あれはビザが延長されてる、あ、そうそうそう、あれそれか、あ、ありましたね。そう、なんかあのくす玉っていうかさ、くす玉じゃない、あの何、ケーキみたいな、うんうん、なんだっけ、あの困ったやつ、うん、そうだそうだ、ピニャータ、あー、そう、あれを前日にめちゃくちゃ頑張って作った記憶があって、うん、そうそうそう、あ、宝探しとかやったりしてね、うんうんうん、あれ楽しかったなぁ、覚えてる、あれか、それが確かにいいイベントでしたね。そう、あれ楽しかった、焼きそば食べれたし、ね、やったね、やったね、あれを、そう、あのビザを間に合うかどうかみたいなね。そう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 、あのツイートも良かったよね。そうだね、でもなし外務省が運転するんだ書いてたら、あれは外務省の管轄じゃありませんって書いてたの。総務省かなんかの管轄で、ビザの発給とかは違うんだって。そうなんだ、そうなんよ、一つ勉強になりました。あれはあの、そこの船橋のホール中間なんだっけ、なんとか会館みたいなの下で、地下でやったやつあるんですよ。あの、歌を、ボンジュール、そう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 、で、あのペヤンヌちゃんのクイズとかやったイベントありましたよね。あれも良かったですけど、あれ良かった、うん、懐かしい、ヌーちゃんクイズみたいなやつね、いやいや、少量作ってね、ピアノ弾いて、そうそう、懐かしいね、懐かしい、はい、じゃあ、6年目になりますか、今年ねえ、早いね、僕も聞かせてください、小学校入っちゃうじゃん、はい、早いもんですね、なんかありますか、今年の目標、今年の目標、うん、まあ、無理をせず、はい、楽しいことをたくさんみんなとできればなって、そうですね、たくさんみんなと遊びたいなと思って、あ、スケジュールは詰め込みすぎずにね、そうですね、だから、ね、休みながらヘトヘトになっちゃうからね、確かにね、なんかあります？なんかやってほしいこととかありますか？どうぞ。今ね、ペアヌちゃんに、うん、私、うん、コムメイドクッキングの料理教室行ってるんです。で、好きな料理は何ですか？得意な料理？はい、味噌汁。味噌汁。素敵ですね。今度ペアヌちゃんにお手紙また書きますので。ありがとう。ありがとうございます。ご飯と味噌汁があればそれでいいって土井善晴先生が言ってましたよ。頑張って料理は作らなくていい。ご飯と味噌汁があればそれでいいんだと。ね、素敵な言葉ですよ。なんか味噌汁会やりたいな。あ、いいよね。味噌汁なんかね、何入れても美味しいから大体ね。わかるわ。鍋でさ。3つ4つぐらいさ、いろんな味噌で、いろんな味噌と具をさ、あ、いいですね、どういう味噌が好きとかあるの？ない、ない、それはない、ないんだ、
か愛知の人とか味噌すごい好きよね。何でも味噌ってあるよね。赤味噌、赤味噌、赤味噌、つけて味噌、かけて味噌っていうチューブのやつさ、家に絶対あるんで、何でも味噌かけてます。名古屋の方いらっしゃいます、愛知の方。あ、いろいろあります、家につけて味噌、かけて味噌。あるんだ。ぬーちゃんの家にはないよ。ぬーは、味噌は何でもいい。でもね、なんだっけ、お雑煮とかも違うもんね。味噌、味噌のところもあれば、おすましのところもあるし、エリアによって違うもんね。味噌汁飲んで。今日味噌いただいてたじゃないですか。ね、あれ使って味噌汁作ろう。おそば、おそば。おそば。おそば、おそば。ね、はい。どんなところですかね。なんかぬーちゃんから最後伝えたいこととかありますか。いや、本当に今日は集まってくれてありがとう。あ、最後写真撮りますか。あ、そうだ、忘れたね。そうだわ。次が入れるとかありますか。お尻が入れそうなところ。あ、ごめんごめんね。あ、なんかお尻スペースがあるんです。綺麗なお尻。じゃあ、ちょっとツイッターあげますんで。はい、じゃあ行きまーす。あ、はーい、セクシー。2個。はい、OK でーす。はい。みんなもね、みんなもゆっくり休んで、ありがとうでーす。じゃあ最後、ぬーちゃんからご挨拶して締めたいと思いますんで、よろしくお願いします。まつりちゃん、集まってくれてありがとう。決めてくれと思ってます。ゴロちゃんも言ってました。はい、まあね、後で話しましょう。はい。はい、ではまたみんな。はい、ありがとう。ありがとう。ありがとうね。セーブライオンズお願いします。はい、ゆうちゃんお疲れ様でした。お疲れ様です。大丈夫。じゃあ、ずーちゃんお見送りしてくれるみたいなので。入りましょう。はい。よ。またちょっと、ネタを仕込んできますんで。待ってる。よろしくお願いします。またねー。かわいい。お尻。